ガークの新パラショック、呼吸のショックを半分に和らげる新進化論ワールドウィンパラショック。土を蹴る、土を噛む、そのパワーを Z はスパイクに生かした。ブラックポイントが冴える、Z スーバイソールベースボールスパイク。 Z 野球祭り、今 Z 野球用品を買うとスピードくじで豪華な景品がその場で当たる当たる。 Z 野球祭り、 Z でチャンス。ジャイアンツの応援スタンドが映りましたが、マウンド上には東洋が上がりまして、松沼に続いてこれが西武4人目のピッチャーということになります。小林さん、今日はもう西武が総力戦ですね。そうですね、これで大体津田は出揃ったんじゃないですか。津田は出揃ったと、はい、はい、これで、まあ、切り札が出たということで、あと西武の攻撃陣がね、どう奮起するか、そうですね、というのが見ものですね。流れが変わってくるかどうかというところですけどもね。東尾がマウンドに上がりました。東島、東尾としても本当に今シリーズはね、全く不本意の成績でしょうから引くに引けない、はい、ここでもっていいところを見せなきゃね、もう、はい、本当に彼としてはもう不本意の気持ちのままで終わってしまいますからね。そうですよ、最初の登板とか良かったんですが、はい、その後悪かったですからね、まあ仕返しをしてやろうという気持ちはあるでしょう。でしょうね。その頑張りがあればまた西武のナインの気持ちにそれが伝わっていくであろうというふうに思われますけれども、さあどういうふうに出ますでしょうか。一方ジャイアンツの方では江川がブルペンに行っております。バッターボックスは今日ホームランを飛ばしております山倉でやります。小林さんはね、このシリーズの東洋のピッチング、結果が、あまり良くない、ショートゴロですね、一塁送球します、ワンアウト、形に出ているのはどんなところだというふうに思いますか。そうですね、先日ね、原君にホームランを打たれて、はい、その後また1点取られましたよね、はい、あのケース、ちょうどこのイニングに出てきてますよ ね、 そうでしたね、2点リードでね、はい、先発、普段先発してるピッチャーっていうのは残り3回あれば2点ワンチャンスじゃないかっていうふうに思うんですよね。ですから勝手にもうゲームを作り上げてしまうんです。何が起こるか分かんないぞっていう気持ちで放ってるわけですよね。ですからあの負担を軽くするためにね、僕はあのケースでもやっぱり森君を先に放らせて、一番気力と技術的なものが、ね、一致している東尾さんを最後の抑えに持ってくれば、僕は成功したと思うんですよね。センター前に飛びましたヒット。気持ちの問題でそのあたりがピシャッと今一つ来ないというところでしょうかね。そうですね、うまく何と言いますか、気持ちが高揚している状態で、体が熱くなっている状態でポンと出してもらえる、今回は日本シリーズはリリーフで放ってますからね、ですから一番いい状態で彼を使う場面もありますしね、僕は最高の場面では今まで使われてなかったと思うんです。そうですか、はい、はい、西本がバットを降りながらセンター前のヒットで出まして、バッターボックス松本が入ります。いや、西本は自らいいピッチングをして、それからまたバットでも気力を振るってますね。そうですね、気合は入ってますね。気合入ってますね。東尾は1回戦、3回戦、そして5回戦と、いずれも先発ではなくマウンドに上がっておりまして、今日もまたリリーフピッチャーとして4人目マウンドに上がりました。守りの田淵というのはもう心配された面でありましたけれども、そう言っては酷になりますけれども、今日はこれがもうもろに出てしまいました。焦ったんですね、やっぱり足が速いと思うから、そうなんですね、裏面出てますね。これ松本がね、このシリーズ初めてなんでしょうね、こういう形で、はいはい、まあ、エラーですが、セーフティーまで出たのはね、はい、三塁側では河野を呼びまして、
藤田監督自ら出て柴田コーチとともに球種協議。ランナーが二塁一塁です。もう今日の西武のピンチというのはもう本当にこのエラーですね。まあ、ホームランでもって3失点は取られましたけれどもね、犠打とエラーが記録されましてランナーが二塁一塁。こういうエラー絡みは、ね、チーム全体が沈みますね。そうなんですね、かえってポンポンと打たれた方がいいですね、ピンチを背負いましたマウンド上のピッチャーの東尾。コーナーバントしましたが失敗です。足元に落ちました。ランナーが二塁一塁。バンドですかね、私は打たせてもらいたいね。そうですか、2、3塁に送って2点を取ろうという気持ちでしょうが、2人で1点を取りに行った方がいいですよね。ここは逆に押せ押せという場合ですか。まあ、手の状態も悪いしね、コーナーもね、確かに今日の内容悪いですがね、まあ、やっぱりね、打てばね、いろんなことが起こりますから、はい、まさかバンドして相手のエラーを誘うという作戦ではないと思いますけどね、打たした方がいいと思いますがね。三振2つ、それからピッチャーゴロ、エラー、おっと、切り替えて打つ構えを見せましたが見送り。カウント1ストライク1ボールです。ランナーは2塁1塁。7回の表ジャイアンツの攻撃です。西武が攻め手が見つからないうちにジャイアンツがまた西武のエラーによってチャンスを築き上げております。ペナントレースでは18勝9敗2セーブ、防御率 2.92 の東尾。送りバントでした。ランナーを2塁3塁に進めております。これで篠塚敬遠ですね。敬遠か変えますよね、ワンポイント出てくるか分かりませんね、はい、これはもう広川さんの決断一つですがね。篠塚がバッターボックスに入ります。こちらが西武の篠塚。いやー、これは重大な局面になりましたね。まあ、この東尾さんというのはそう簡単には変えられないと思うんですけどね、そうですね。一塁側ブルペンでは工藤、それから森両投手がピッチングを行っております。西武変えなきゃ歩かしてもいいですよね、はい、篠塚と原の確実性を比重にかけましてね。2対0とリードしているジャイアンツ、ここで2点を加えれば塁上のスコアリングポジションのランナーを返せば体勢はもうかなり決定的という形でジャイアンツに傾くことになりかねません。そうですかね、はい、僕は歩かした、僕は投げてるんだったらもう無条件で歩かせますけどね。ワンストライクノーボール2球目。なおこれで西武のエラーは5つになりましたが、1試合のエラーといたしましては日本シリーズのタイ記録であります。これまでフライヤーズ、ライオンズ、ホークス、ジャイアンツと4回記録がありますが、それと並びました。まあ、ストライクになっても甘い中に入るボールはやらないぞという感じのピッチングですね、はい、重大な局面です。ここをなんとかしのげばまだ2点差、このシリーズの実に、変転極まりない、シリーズの流れを見ますとまだまだ十分に圏内でありますが、ここで追加点をされますと得点の上でも指揮の上でも重大なピンチということになります。ライオンズカウントは2ストライク2ボールに変わりました。これはいいコースでしたね小林さん。そうですね、ここからあと2球ありますけどね、はい、絶対にストライクを取ろうというピッチングをしちゃいけないと思うんですよ、ね、ストライクを取ろうとしてはいけない、はい、
2エンド2で5球目、うん、しかし中途半端で一番危ないんですよね、はいはい、こういうケースでね中途半端に打たれたケースが多いですからね、まして篠塚は多少ボールでもうまくコーダーしますからね、はい、はっきり指示した方がいいと思いますがね、はあ、まあ、満塁にすればどこでもゴロの場合どこの塁でもアウトが取れるわけですからね、そうですね、はい、もう満塁にしてもいいというつもりですか、ここはもう半分以上気持ちはいってると思うんです、ね、ですから中途半端にならないように一番注意しなければいけないです。カウント2ストライク3ボール、ランナーは2塁3塁、先制の構えを見せました。2対0とリードしているジャイアンツはこの回また西武のエラーによってチャンスを築き上げております。ランナー2塁3塁でバッターが篠塚、カウントも2ストライク3ボール、ファンにとってはもうという感じのギリギリのところでしょう。一方ライオンズファンにとってはもういやーっと救われたという感じ、ご覧いただきます。開始のバッティングですがね、どうしても左打ちましたらね、左と打球がね曲がりますんでね、そうですね、何センチ20センチぐらいでしょう、まあそんなもんでしょうね、10センチか20センチですね、はい、東尾はね左バッターがこれやられるかね、右バッターがライトホール打たれると苦しいんですよね、はいはいはい、そういう攻め方が一番嫌なんですよ、ランナーが2塁3塁、カウントは2ストライク3ボール、キャッチャーの伊藤がサインを送ります。フォアボールです、フォアボール、まあ、このピンチなんですけれどもあれですね、広岡監督はキャッチャー変えませんね、そうです ね、あの大石とはまあシーズン中でもノーサインで投げられるぐらいっていう風なコンビなんですけどもね、シーズン中はね、このコンビじゃありませんからね、はいはい、ツーアウト、フルベースに変わりました。そしてバッターボックスは原であります。ランナーは一塁二塁三塁とフルベース。有本さん、この試合の山になってきましたね。あ、大きな山ですね。外角のストレート、ボール、先立て難しい球をね原がホームランしてますから、はい、東尾も嫌な場面ですね。甲子園路とジャイアンツの応援団が声を枯らします。西武ライオンズ球場、外側の球、かなりギリギリのところだったんですが原が手を出していきましたね、ですからね、甘い球なら別ですよ、普通の球はね全部真ん中から右中間に行くつもりで打たないと引っ張りにかかったら原はやられますよ、はい、杉本が見えますね。そしてこれが森です。しかしまあシーズン中ね、あのパリーグの最多勝を挙げて防御率ナンバーワンのエースでもって君臨した東尾をここに送ってるんですから、ここはやはり東尾でもってね、はい、切り抜けてもらいたいと、こういうベンチの気持ちでしょうね、これね。あ、そうでしょうね、ね、はい、ランナーは一塁二塁三塁とフルベース、ツーアウト満塁、ライオンズがしのぐのか、ジャイアンツが突き放すのか、高く上がりました、一塁側のファウルフライ、これはスタンドです。ちょっとウィークで月曜日ということで、お客さんの入りがどうかと思われましたけれども、ちょっと客足、初めは遅かったんですけれども、ご覧のように、満員となっております西武ライオンズ球場であります。さすがに、人気を呼びました。この日本シリーズに決着をつける第7戦、曇り空の下、試合は中盤の攻防でありまして、行き詰まるような原と東尾の一騎打ちが行われております。
ト、ツーストライク、ワンボール。こうなったら、小林さん、はい、どう攻めますか。こうなったら、そうですね、しかしツースリーになりますとね、もうはっきり言ってピッチャー不利ですからね、はい、もうこの球、この2球が勝負だと思います。この2球ね、コースきっちり狙って放れるのはね、はいはい、あっと近い、もう近く来ましたね。これが次の球の伏線だと思うんですよね。ですからもう次の球がもう本当の勝負ですね。はい、あ、つまり、あと2球の今小林さんのおっしゃった勝負で、それをどういうふうに組み立てるか、その5球目を生かすためのような4球目と。そうですね、多分アウトコースのスライダーだと思うんですけども。そうですか、はい、カウントは2ストライク2ボール、それを原がどう読むか。2エンド2です。外側行きました。スイングアウト、三振、スライダー。原三振であります。ライオンズピンチを出しました。7回の表を終わりまして2対0。依然ジャイアンツが2点リードです。週刊エンマ明日発売。見たい、知りたい、話題の人物をズバリスクープ、写真週刊誌エンマ明日発売、150円。